さあショート、ショート攻め、うわしかももう分かってる。さあ浴場にフォルトライン、針は引き目、あ浴場3人浴場、ね、浴場の塊、ここはうおデップ、デップが若いやつには負けねえと。まあデップも若いんです、若いですけどね最後はデップ潰しにいった、4切れ経験値が違うという言われてないとは思うんですけど、逆にこの足音を多分聞ける可能性はあります。あー聞いてますね、これで B に寄っていきます。そうだギリギリかな、雷避けている、おおただワン、味方ですね、フラッシュ失礼しました、ね、春のフラッシュです。ワンキルトレードだと少しうーん弱いかなという感じですね。ただハレフラッシュは使いません、ホールドライブも使いません。おーガーディアン、ハレ何も使わずピークまあハレらしいシフォンハンド、ホットハンド時間稼ぎ、これは中に入ることはできません。パラノイアも入れていく、あと30秒、パラノイアの返しもある、フラッシュで返している、アフターショックも入れている、ただお遊びはここまで、ね、ライトバックを放っていきますけれども、まだサイトの中には取れていません。雷を2キル、もう寄っている、ハティがワンキル取り返す、もうノリセンがさらに1キルを加えていく、最後はデップが抑えてここでリジェクト3本目。いや良かったですね、ノリセンのホットハンド、はい、これは B 狙いっていうのはあまりもう見えてこないですね。いい角度、いいオフアングル、ホールドライブ入っている、3キル、アフターショックを入れながら相手の位置を確定させていきます。抜いたデップ、お最後はハレです、フラッシュ使いませんうわー1ミリ抜けていた、その隙間を狙っていました、詰める、これでオーブは取らないの、ただここでいないという判断になりましたけど、もう一回 B 詰めの、いやどうでしょうこれ守り雷やられた瞬間今度は危なくなっていきます。いやでもこれはね読みにくいんですよ、一回取ったところを下がった時にそこを逆に攻められると。おーでも雷が、これで人数かかってるのは分かったでしょう、フラッシュを共に入っていく、しかしここはフレンジーでメイが抑えます、ハレ前に出る、いいフラッシュの使い方、あいやーはハレのクロスヤが見えない、ここは抑えていきますがゴンが、おおシェリフで2キルワープです。ただこれもう一回フロムザシャドウズもありますよ、ありえますし、それを分かっていてノリ戦も寄らないです、設置確定まで、いやパラノイア入っていません、あここで打つ、結構早めに打ちました、そうですね、リボンド今のは何が狙いだったんでしょうか、そうですね当然ここはワンチャンス作るために詰めますよね、打ち合いゴン3キル目、体力が一発受ければその時点でクラッチ、ゴンの4キル、ただまあ情報を多少取れるようなアルティメット合わせていきますが、ノリセンがファーストキル獲得、あの距離いいカバーですね、ここで巻き場が設置、カウンターちょっと早いか、アフターショック、まあアフターショックがスモーク隠れて見えなかったですね、その間にディボルトキル取りますが巻き場が3キル目、雷がそれを返します、雷がここはさらに相手の位置を、これはでかいですね、暴きました、ジャンプで見ましたね今、フル解除できるだろうというところで最後は雷、お見事、このラウンドは雷の取り返しが光りました、ただいやーここオールドローンで攻めるのは正解ですね、しかしこれ雷面白い動きしますよ、雷一人でだいぶこれは制御、いやーでもどうでしょうね、ただ持ってる武器はバッキーなので裏を取ったところでどうでしょうか、あとは手前が抑えられればですけれども、雷の後ろ展開しています、相手の攻めをねうまく止めてはいたんですけれども、制御がかかったその攻めもどうしても手前では崩されてしまいます、いやでもこうするとネスターの攻め素晴らしいな、勢いがありますからね、相手がエコだからこそオールドローンを使う丁寧な攻めだとかっていうところも徹底しますよね、うわい2人目視界を塞ぐ、2発しかない、あうん持ち帰ったタイミングでしたね、誰にももう少し全然していないのでそういった意味では刺さるかもしれません、おおそこ、おお勝負する、
いい音鳴りますね、リーバーは。今フラッシュと合わせてないですよ。まあ、フラッシュいりませんから。フラッシュ役いませんよ。いや、構えておいたように見てる。あれフォールトライン構えてたのかな。気合ですからね。わあ、デップここはショートを抑えます。いやでも雷がかなり先ほどからですね、ファーストの勝負ほとんど曲げてないですね。絶対一人はやってる気がする。ここのカメラに映った瞬間フラッシュと同時に飛び出すというような戦術を取ってますね。まあどちらかというと飛び出さなくてもいけるかもしれないですね。情報だけ取れるんで時間稼ぎ。イガルだなハレ、うん、もう打っていいっていうとりあえず打ちたいだけですね。もうまあ余ってますからね。打たないと言われるもんって言われる。そのね、先を見越した。うお、勝負！ハレで勝負するのそれ。ここはハレ。そしてハレ。ここもハレ。早めにカメラを壊してフォールトラインを受けます。かなりダメージを受けました。そしてロングに対して、いやでも雷が、雷のカバーが入っていました。抜きでのキル。いやこれ攻めれないですよ。この間にもう寄ってきました。リジェクト。5対4の人数状況。デップその位置オペレーター。ブリンクないですよ。もう逃げること考えてないですね。ハレのフラッシュから、いや構えてるだけ。打ちましたよ。ただ結構雷もピークしましたからね。いやただ結果的にこれであの時間を稼ぐことには成功したので、ネスターは B 攻めるのを一度やめましたね、はい、面白いですね。リジェクトはもう A 寄ってますよ。もともとの配置に戻りましたね。ただ面白いのはネスターは1回戻ってもう1回プッシュ。そうですね、先ほども見せましたねこの動き。ただそこは雷のカメラが抑えています。一応人数有利は取れているので、カメラカメラカメラ、あー勝負し、おいやーでも勝つ3人。え雷どうした。あと30秒。全くわからない録画流れました。今2人倒したのかな。最初で3、1人倒したんで3人でピーク。ただ縦に並びやすいところフラッシュは避けています。3人でのピーク、トリプルピーク設置中。あとは中に入っていくだけ。ハレのホールトラインアフターショックを入れていく。何も見えない。最後はノリ戦です、はい、アフターショックとフラッシュで何もなんかエフェクトに見えませんでしたね。逆にアフターショックが邪魔で1人目見逃しましたね今。いやネスターのこのスピード感見ていて気持ちがいいですね。そうですね、ハンターズフューリーも入れながら中に入っていく。巻き場ゴンとキルが続いていきます。これ人数状況は3対3になりました。彼がうまくランプで時間を稼いでいる印象。デップは上から下から、うん、下からは雷避けてタイミングがバッチリ合っていったようにも思いますが、メイがここは1人抑えるんですが最後は晴れです。はい、お見事でした。メイはかなり詰めて情報を取ってますね。後ろ警戒しています。 A ショート、そしてサイトに挟み込まれた。そしてディモルトがどうなるか。ここは避けていきます。お、詰めましたね今。ただ B からの詰め、メインに対抗できるか。ディモルトここを抑えました。メインに対してはどうアプローチする、分かっているか。分かっています。あと30秒、残り30秒。おお、メインのところはデップが見てる。対空ハレ戻りました。後ろをまず潰したいというプレーになります。スパイクドロップ、デップが抜きます。デップ続ける、スパイク確保、そして設置まで行きたい。おっ、メイここで下がりますか。はあ、これディフェンダーサイドからの寄りっていうのは想像できないでしょう。今デップが寄ってきて2人もういるっていうのが分かったので、そうです。ただ足音判断、おそらくデップ聞こえましたよ今。どうでしょうね、デップはギリギリ聞こえたかもしれないです。ディモルトがどっち警戒するかですね。お互い体力が本当にないのでワンチャンスはあり得るんですよね。ジャンプフェイクしました。理想的な状態は会場を鳴らせてダブルピークです。抜いています。ブリンクさせました。音の情報が何よりも頼り。1人、さあワンチャンスある。メイのセンスを感じるワンオンワン。ここはデップが勝ります、うん、あそこまで裏も取れているんだったら抑えています。バッキー対策、しかしゴンのシェリフ、まあ、彼のツイッターでも今日の、ね、シェリフの動画を上げていました。はい、敵の位置を暴きながら全員で中まで入っていきます。スピーディーかつ的確なリジェクト、しかも裏設置。こうなるとハッティはどうすることもできないですね、まあ、先ほどねニューラルセクトで映ってますからね。はい、
最後のキルは雷になりました。11対6。丁寧なタップ打ちでした。さあ、映っていれば話し違ったんですけど、映ってないことが分かったので、これは B2 のまま。リボルトもよく映らなかった。お、ただローリングサンダー当たってますよ。エーロンは足止まってます。ただ雷のこのケージも非常に邪魔かもしれません。ホールドラインも入ってくる。ただリコンボルトで3人が見えました。ただ力押ししていくのはリジェクト。上を取っていくデップ。そしてエルボーでも雷のキルが発生しています。エルボーが取れているので、エルボーの取り返し、ネスターが苦しい。状況はリジェクト有利です。このエルボーのゴン次第かもしれません。フィーフィーがディモルトを落として人数状況は3対4。いや、上にいるデップ。そしてサイドから雷、最後はハレー。12対6。ブリンク使わせました。今マップで見えています。さ、一方の B 側かなりプッシュを仕掛けています。飛んだ。おー、ディモルトここ飛ぶ。いや、これ聞こえてますよ。よくブリンク倒した。そしてデップ走り打ち。ここでネスタ崩れましたね。そしてディモルト後ろから挟んでいく。ディモルトこんな動き見たことありません。んー、ディモルトだけは良心だと思っていたんですが、自由奔放に動いていき、そしてフラッシュと合わせてデップのキル。ラストワンキルはどうだ。うお、メイが2キル重なった。ただ体力が前に出られません。いや、頭1個乗り線。